時刻は9時42分です宿命保護が FMO からお送りしているマルシェ局毎週水曜日のこの時間はピックマルシェ300万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニュースピックスとのコラボレーションで国内外100メディアのニュースのほかニュースピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます今週もニュースピックスから平山さんに来ていただきましたおはようございますおはようございます 花粉症で苦しんでるらしいですねそうですね僕もアレルギー体質なので結構大変ですね、うん、もういよいよこの時期が来たなっていうね、はい、そうですねもう開会宣言ですよ幕開けっていうのは本当ムズムズしますからね <laughs>、はい、目が痒いなから始まりますね <laughs> さあ今日は平山さん、はい、プログラミングの学校の話題はい をしてくださるということですけどもそうですね、はい、今日はあのこの4月に日本で開校するプログラミングについて学ぶ新しいエンジニア養成学校についてお話し,していこうと思います、はい、プログラミングを学べる学校そうですね基本的にはプログラミングを学ぶという学校なんですけど学校というと何か学ぶと,するとお金がかかったりとか、うんはい まあ入学するのに学歴が必要だったりっていうところがあるんですけど、うん、今回ご紹介するスクールはですねかなり異端な存在でして、えー、プログラミング経験がゼロでも良いあと学位ですね学歴がなくても良いゼロでも良いさらに授業料もゼロという学校なんですね。えー、こちらのフランスをていう学校なんでいう プロググラミングスクールになります、うん、でも世界で12か国もうスクールを展開してるということは、はい、どんどん成功して、はい、それを世界に広げいい人材をね育てようっていうそうですね,ですねはい、はい、これまですでにこのスクールから、ねはい、Google とか AppleFacebook、はい、アマゾンとかも含めた、うん、まあ世界有数の IT 企業に入社するケースも続々と出ているという学校になるんですが。 はい、そこであの今日はこの海外,の,法海外の,この42の事例を紹介しながら日本ではどのようになっていくのかということをご説明したいと思っているんですが、はい、まずアメリカのシ,ミシリコンバレーにある42の例を挙げると、うん、授業料、教師、クラスあと寮の費用ですね、はい、あと学費、これはあの先学歴ですね、はい、これててゼロになっています寮のお金も出してくださるんですか。 で世界のスクールでは177か国から生徒を受け入れられていましてそれも半数以上が高校、大学を中退もしくは大学に進学したことがないという人という状況です、えー、えこれ年齢ってね、はい、例えば10代の人しか入れないとかそういうことではないんですかではないですね、あの10代の方から最年長では80代の学生というか生徒がいたことはあるということなんですね。きたいですねはい キャンバスはですね、二十四時間三百六十五日オープンしていて、うん、で、隣接した量があって、まあ、そこを無料で使える量なんですけど。はい、ぶっ通しで勉強できるので、十、十時間とか十五時間。連続でこう、プログラミングのコーディングをしている生徒もいるというような。へえ。ところですね。もう、自分の時間で。組み立てることができる。はい、そうですね。カリキュラム自分でやっていくというところですね。で、先ほど特徴の一つとしてあげた。 実はこのスクール先生がいないんです。教師がい,ないえそうなんですか、はい、で自分でカリキュラムを先ほど言ったように決めて進めていって、はい、チームでプロジェクトを進めながらお互いに教え合っていくというスタイルをとっているんですね。あ<ー>なのであの先生がいない。うん、でまたこの一応ただカリキュラム自体は作られていて超ビギナーからプロフェッショナル向けまで幅広く。はいまあ データベース構築ですとかグラフィックスとかっていういろんなものが合計18分野学べるようになっているらしいんですね。うん、これから絶対必要なこのセキュリティもそうですよね。あそうですね、はい、セキュリティもありま42のカリクラムはおよそ3年から5年をかけて終了するように設計されているん、はい、ですが、えー、っと身につけたレベルに応じてまた21段階に分けられているというところなんですね。うん 実際に、その、本当にもう、パソコンも基礎しかわからないという方も多いじゃないですか。はい、そうですね、そういう方も全然入れるというところで。ね、そういう方、は超ビギナーになるんです、ねはい。超ビギナーからのスタートですね。で、エンジニア養成機関としては。まあ、あの、一応定められているのがプロとして、この学校ですね。定められているのは、プロとして仕事が始められるラインはレベル。 七セブンから上は、うん、まあプロに行けますよというような感じの到達でやっていると<ー>でだいたいそこに到達するのが一年から一年半ぐらい必死でやればいくらしいです必死で <laughs> はいもう相当努力しないとダメですねそうなんですはいたださっ先ほども言った通り十時間から十五時間とか皆さん本気でやられているのでまあ<ー>本当はまあそのレベルセブンまで到達するのに頑張っているというような状況ですかねでえっと生徒はですね実力がついてくるといつの間にか知らない間に、はい テック企業に就職しているみたいな状況らしくて、もうどんどん力がついてくるので、じゃあ次は実践したいっていうふうに思うし、まあでもいろんなところから声がかかるでしょうね。あの有名なこうスクールなので、あのオッテ I T 企業とかの方がリクルーティングにも来られているらしく、なるほど。はい、いつの間にか彼あのあそこの会社入ったねみたいな感じになっているというあのみ広山君んっていうかいいねみたいな感じで、そうですね、はい、見に来てるわけですね。そうですね。え、このスクールどうやって入れますか。はい。 えっと、まずはですね、えっと、オンラインで論理テストを受けていただいて、はい、でそれに合格すれば次1か月の試験があるんですけど 1> 1ヶ月、はい、これはですねあのプログラミングの基礎を学んだりとか、うん、あとチームメイトと共同でプロジェクトを進めることができるのかというのが問われる、うん、まあ先ほど言いました通りこり先生がいないので、はい、みんなで一緒にやっていける力があるのかというのを試されるそっか試験が1か月あります。自分でガンガンンっちゃう人はね チームとしては大変ですよね。そうですね。はい。そこら辺も見られているというところで、でここまで勝ち残ると正式に入学になってカリキュラムがスタートしていくという流れのようですね。うん、そうか。一ヶ月の試験でここを突破しないとダメですよね。はい。で四月で四月に日本で開校されることになっているんですけど、はい。じゃあもうここえっ、ー、と一月から入学希望希望者が募集されています。うん。で一応合格枠は三百用意されていると言われていまして、はい。すでに応募が 2672人来ているという。<え> <laughs> もうはい。で皆さんもうこうえっ、ー、とテスト、えー、ネットでテストを受けて、はい。一ヶ月のこの次のテストに進まれている方もいらっしゃるようで、あ、これいつまでですか締め切りは？えっとーまだ大丈夫はいまだ大丈夫ですはい。はい、あの今からネットで申し込んでいただいてっていうことは可能です。ただかなり狭き門になっているもうすでにってところですね。私あの十代とかね。 20代の方しか入れないと思ってたので、はい、あそうなんだ今、社会人で働いてる方も、はいね、じゃあここ行ってみようかなそうです、ね、海外でも働いてたけどここでもう一度学び直して、うん、あ新たな就職をして年収が何倍にもっていう方も実際にいらっしゃって、うん、えとこの日本の42はですね、はい、DMM.com が非営利の学校として運,用していく運営していくんですけどすでにです、ね、Google やマイクロソフトなど IT 企業、うん あと三菱重工突破印刷キリンコニカミノルタなど、まあ、大企業のも含めて39のスポンサーが集まっているという状況です,す,です、ね、でこの企業も注目を集めるこうスクールなんですけど、はい、まあ今後どういう人材が廃止されていくのかというところに注目が集まっているんですがまあ先ほどもあの伝えました通り海外ではすでにねもうここ出身でミリオネアも誕生しているという状況でして。すすすごいででねね、はい、力をつけてそうなんです、ね なのでこの日本のホ42からも新たな次の時代を作る、うん、まあエンジニアだったり起業家が誕生する可能性はあるというところですねでも必死でねやっぱ10時間から、ねはい、毎日ですからねえええー、<laughs> もうそこで私 <laughs>、はい、ふ,ふらふらなりそうですけど、はい、でもね将来の自分に、ね、やっぱり力をつけなければいけないそんな時期にも来てるので。はい ここは頑張って勉強してみようと思う方はぜひ、はい、そうですねトライしていただければと思いますねトライしてみてくださいさてこのピックマルシェ音声を YouTube でお楽しみいただけますマルシェククのホームページにピックマルシェのバナーがありますここをクリックしていただくと過去のオンエアデータ YouTube にアップしていますのでぜひお聞きくださいねまたニュースピックスアプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索をしてみてくださいアプリダウンロードしたらいろんな記事がねもう本当 飽きないですよねそうですねあの<っ>今回ご紹介したのも記事としてありますので,、うん、ですぜひ読んでいただければと思いますぜひトライしてみてくださいということでこの時間はニュースピックスの平山さんにお越しいただきました今週もありがとうございましたありがとうございました